んにちは。マイク忘れた。投げ出す子をやり抜く子に変えるキッズコーチのミスターおかちです。よろしくお願いします。今日は、やり抜く子の育て方というテーマでお話しさせていただきたいと思います。で、皆さんもご購入いただいているとは思うんですけれども、こちらの方を5月の20日に発売させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でそもそもなんでこの本を出版しようと思ったのというと、もうそれ初めにも書いてるんですけど、自分がやりたいことを諦める子供をなくしたかったんですよ。で僕子供の時ね、何やっても諦めてしまう、何やっても最後まで続かへん、自分が絶対に成功すると思えることしか挑戦しない、そんな子やったんですよ。で好きな子いましたよ、女の子ね、可愛い子、お酒が似合う女の子いたんですけど、僕が話しかけてもどうせ嫌われるんちゃうかとか、振られるんちゃうか、キモいと思われるんちゃうかと思うと、話しかけることすらできへんかったし、小学校の時バスケ部入りたかったですよ、お父さんと同じね。でも僕よりも背高い人、足速い人、そして運動神経いい人がたくさんいる。だからどうせ僕がやってもレギュラーにならへんし、試合に出られへん、自信なくすんやったらもうやめとこうと思って、僕は漫画部に入ったんですよ。で僕はね、こんな感じでもう見ていただいたら分かると思うんですけど、 ADHD なんですよ。多動性、衝動性、ずっと動いてるでしょ、こうやって。もう本当落ち着けなくて申し訳ないんですけども、じっとしてられないんですよ。じっとしてられない。だから、子供の時には、じっとしなさいとか、普通にしなさい、ちゃんとしなさい、お兄ちゃんでしょとかね、わがまま言わないとかね、そんなことにずっと怒られてた人間です。で、そんなこんなだったから、どこ行っても怒られる。どこ行っても、大人にとってのいい子にはなれなかった。なれなかったから、どこに行っても嫌われて、居場所がなくなって、そんな自分のことがもう大嫌いでした。で、今ならはっきりと分かります。やり抜く子と途中で投げ出してしまう子には、一つ大きな違いがあります。それが、非認知能力です。その非認知能力なんです。で非認知能力っていう、最後までやり抜く子は非認知能力が高くて、途中で投げ出してしまう子は非認知能力が低い。そして幼少期のうちに非認知能力を高める教育を受けていた子どもは、将来の学歴とか年収とか、そして幸福度が高くなるって言われてるんですね。で、非認知能力さえ持っておれば、自分のことをやればできるって自分が信じることができて、やるって決めたことを最後までやり抜けるようになる。だから将来の成功っていうのは、どれだけ足が速いかとか、どれだけ英語を話せるかとか、どれだけ先生が言うことをじーっとちゃんと聞いてるかとか、そういうことではなくて、非認知能力なんですね。で、今回の講演会では、その非認知能力を高めて、やり抜く子供を育てるための関わり方を紹介したいと思います。今回の講演会聞いていただいたら、非認知能力を高めるためにはどうしたらいいんだろうっていう考え方が分かり、皆さんらしい子育てが見つかります。そして、皆さんのお子さんが自分がやるって決めたことを最後までやり抜けるようになる、本日全力でお伝えさせていただきたいと思いますので、改めて皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。どうですか皆さん、暑くないですか？僕はめっちゃ暑いんですけど、でも女性はね、ちょっとあると思うんで、ちょうどいいぐらい。でも、あれ、手がかかったら、でも、下げてください。あ、大丈夫ですか、ちょっとだけ、0.5 だけ。すごい。こんなちゃんと、寒さ対策なんですけど。ありがとうございます。すいません。簡単に自己紹介させていただきますと、僕はミスターおかっち、1980年生まれ、昭和55年ですね、ちょうどレイさんと同じやったという話を聞いて、いわゆる松坂世代ですね。多分広末涼子とも同じ世代です。朝醤油とか、あんまピンとこへんけど、そこら辺と同じ世代で、まあ、大阪生まれ大阪育ちなんですよ。で、向こうで育って京都の大学に行って、たまたま初めての配属の場所が分からなかったんです。で、その時の仕事が製薬会社ですね。外資系の製薬会社、グラクソスミスクラインっていう、いわゆるそのコンタックとかアクアフレッシュとかポリデントとかを一般用で売ってるメーカーなんですけど、その、医療用医薬品を販売してました。で、僕はうつ病の専門の薬を販売してたんですね。だから橋本しか、和歌山市行って田辺の方の心の医療センターとかあるんです
けど、そこら辺の、メンタルクリニックとか精神科病院を専門で回っていた、いわゆる情報提供をする、そんな仕事をやってたんです。で、その仕事をしている中で、もううつ病ってやっぱ自殺に大きく関係している。日本の自殺者ってすっごい多いんですけど、まあ、今3万人近くですかね。その8割ぐらいがうつ病に罹患していると。うつ病になったら自殺するリスクがあるから、自殺者を減らすにはうつ病を減らすことが大事やみたいなミッションをやってたんですね。で、そのためにいろんな営業活動であり情報提供活動をやってたんですけども、その時にうつ病っていうのはもちろん治すこと大事やけど、ならないようにすることめっちゃ大事じゃないかと思うんですよ。なってしまったらこれつらい、生きてるのがつらいし、もう起きたくないし、いやそもそも寝られへんっていう。で、今まで楽しかった趣味も、ね、旦那さんとのデートも全然楽しくない、それって本当に苦しい。だから治療よりも予防、治すことよりもなくすことが大事だと思いました。で、そのためには社会に出るまでの教育が大事だと思ったんです。で、学校教育、いろんな教育、小中高大、僕たちはいろんなことを学んできたけれども、そこの教育現場と社会に大きな乖離が全然違うと思ったんですね。全然違うから、学校でいくら点数 A 点取ってもそのまま A 点取った子が社会で活躍できるとは限らない。だから社会に出る前のリハーサルする、社会をリハーサルする教室、いわゆる教育を提供できたら、学校で学んだこと、スポーツで学んだこと、いろんな経験で学んだことをそのまま会社でもコミュニティでもどこでも活かせるんちゃうかと思ったんですよ。だから僕はその時会社を辞めて、30歳です、会社を辞めて、私アメリカの大学院に留学し、非認知能力を高める教育を勉強してみました。スポーツ心理学ですね。もともとはスポーツを通じた教育ってめっちゃいいと思ったんですね。スポーツっていうのは社会の縮図やと、まあ、どんだけ努力しても試合に出られへんこともあるし、理不尽なジャッジが下ることもある、審判から。で、チームの中で自分の目標だけやったらあかんし、チームの目標を考えて自分はどういう役割を担うべきなのかっていうことを考えながら、自分の思い、考え、作戦をみんなに伝えていく、その中で一つのゴールを目指す、これって社会の縮図やと。もう社会を疑似体験できる、いわゆるリハーサルする教室、教育がスポーツの中にできるんちゃうかと思って、僕はスポーツを通じた、さっきの非認知能力、いわゆるライフスキルを高めるプログラムをアメリカの大学院で学びました。で、そこからここを帰ってきて、2014年ですね、帰ってきて、このライフスキルの学校を立ち上げたと。で、この教室自体は2016年ですね、2014年から2016年、2年間はもうレンタルというか、1時間あたり1000円とか、そういうところでお借りして、教室持たずに、もうそこでやってたと。で、まあ、ちょっとずつ、会員さん増えてきたんで、そろそろ拠点構えようかって、ここを立ち上げたというような、状態です。ピーターソックスって、名前とか聞いたことある方いらっしゃるんですか？ここピーターソックスなんですけど。ありがとうございます。そうだ、ここピーターソックスってことで、まあ、ライフスキルの学校なんですけど、まあ、いわゆるいつでもどこでも自分らしく輝ける力を育てるっていうのがコンセプトで、なんかいわゆるその学校で学んだことを学校だけで使えるとか、スポーツで学んだこととか、その、ダンスで言ったスポットライトを浴びてる時だけ輝いてるんじゃなくて、ダンスをやってる時以外でも、スポーツをやってる時以外でも、教室を超えて中学行っても大学行っても社会でもコミュニティでもどこでも自分の力を発揮できる、そういう力を育もうと思って今ここを立ち上げたと。で、ここでは英語やったり、ダンスやったり、バスケットボールやったり、ヨガをやったり、まあ、子供の哲学とかやったり、いろんなことやってるんですけど、まあどれも同じで非認知能力を高めるってことですね。認知能力っていう学力とか目に見える力も学校にお任せします。で、塾もいっぱい自分の塾があるんで、そこは僕らはやらないと、あんまりやらない。もちろん英語の能力を鍛えるとかはやってるんですけども、もっと大事なこと、大事にしていることは、その目に見えない非認知能力ということですね。今日はそんなに詳しく解説しないんですけど、まあ、目に見えない非認知能力っていうのは、その自己肯定感であったり、コミュニケーション能力であったり、自分がやるって決めたことをやり抜く時間であったり、不安とか恐れ、新しいことをやろうと思ったら、ね、ビクビクするし、一歩踏み出すの怖いと思うんですね。それでも一歩踏み出せる、そういうレジリエンスとか、倒れても蘇るのがレジリエンスだな、倒れて復活する、失敗してももう一回やろうっていうレジリエンスっていうのを育むっていうのをやってます。はい。
ということで、こんな感じで自己紹介をおしまいで、早速ですけど今から40分ですね、やり抜く子と舐め出す子の習慣ということで、やり抜く子の育てるための一つの考え方と、具体的にこうやったらいいんちゃうかっていうのを、紹介したいと思います。あ、どうぞ。今始まったところです。ちょうどベリールートです。はい、はい、そのまま入っていただいて、椅子もう一ついるかな。なんかそっちで遊んでてもいいね。どっちでもいいよ。うん、どっちでも大丈夫です。はい、はい、それでは早速ですけど、今から始まるんですけども、一つ質問なんですけども、選択肢が少ない中で選びながら、あ、B ちゃうかったなと思ったら、ここを道しるべにしながら自分で軌道修正していけるということなんで、やはりそのゴールを明確にすることっていうのはめちゃくちゃ大事なのかなと思ってます。ですので一番最初はそれですね。本当の幸せとは何ですかっていうのを目の前にあるスケッチブックに一言で15文字以内で本当の幸せとは何ですか。それは子供にとってだけじゃなくてもいいです。皆さんにとってでもいいです。まあ、幸せの定義ですよね、はい、幸せとは何ですかって一言で言うと何ですか。幸せ、はい、これがやっぱゴールだと思うんで、本当の幸せとは何ですか。これを大体2分ぐらいでお願いします。はい、本当にね、いろんな考え方、いろんな定義、ゴールっていうのは別に一つじゃなくてもよくて、これ絶対の正解があるわけじゃない。一人一人のゴールがあっていいと思うんですね。で、僕自身の本当の幸せとは何なのかというと、ちょっとかぶっている方もいらっしゃると思うんですけど、まずは、あるかもしれない。ありのままの自分を肯定するということと、ですね、と。めっちゃ覚えてない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。まあいいよいいよ。人には言うけど、自分
ほんまね、自分に甘いの結構はい、ということなんですよ。はい、ありのままの自分を肯定する、つまりイエスだと思い、大丈夫だと思っていて、かつ、最高の自分を表現すること、この2つが本当の幸せなんじゃないかなって僕は思っています。これは僕の意見ですね。僕のゴールです。僕の人生のゴールはこれです。まず1つ、ありのままの自分を肯定するっていうのは、ちゃんと自己肯定感、自己肯定感が高い状況ですね。自分で自分のこと大丈夫だと思っている、今与えられているこの環境を感謝を感謝している、自分にはいいところも悪いところもできているところもできていないところも、強みも欠点も欠けているところもあるけれども、その丸ごとひっくるめて、ありのままの自分が大好きだ、大丈夫だと思っている状態、これがなかったら、この反対はですね、自己否定ですよね。自己否定、1番になっても100点取っても全然満たされない。ノルマを達成してもどれだけ褒められても満たされない、ね、お金持ちになってもこれやったら幸せになれないですね。あのバケツの底に穴が開いてる状態、どんなに得てなんかいろんなものが入ってきてもどんどんそこから抜けていく、これやったら幸せになれないと僕は思ってるんです。でもう一つ、これだけでももしかしたら不十分やなっていうふうに最近思っていて、これが2つ目なんですよ。最高の自分を表現する。例えば僕はね、本を出版したいって30歳の時から思ってたんですよ。どうしても出版したいと思っていた。でもありのままの自分を肯定する、つまり別に本は出版できなくても別にいいや、今幸せだからいいやっていうふうに思ってしまって、本を出版するということに向かって努力をしなかったら、本を出版することはできなかったし、今まで自分が本を出版するまでの壁を乗り越えることで、いろんな技術スキル、ライティングスキルとか編集者さんとのコミュニケーションスキルとか、そういう技術を身につくことはなかったんですよ。だからありのままの自分はイエスは大丈夫 OK だと思うんですけど、自分が本当に叶えたいこと、自分の望み、願望、そしてどうしても解決したい問題とかあったら、それに向かって自分の最高を表現して、それを突破していくっていうことも大事なのかなと思ってます。はい、これがいわゆる成長の概念なんですけども、その本にも書いてたと思うんですけど、成長するためには、これ快適ゾーンですね、コって書いてます、コンフォートゾーン、いわゆる快適ゾーン、快適なゾーンっていうのは、今の自分で幸せだっていう感じですね。もういつもの親友とご飯を食べに行くとかね、家族と一緒に団らんしているとか、もう 100% できる算数の問題を解いているっていうのがコンフォートゾーン、確実にできるから安心するんです。でもここだけやったら成長しないですね。でここから一歩飛び出た、ここにグロースゾーンっていうのがあって、いわゆる成長できるゾーンですね。なんかちょっと緊張する会社の上司とご飯を食べに行くとか、尊敬できる作家さんと一緒にちょっと、お茶をするとか、やったことのない一人者に挑戦するとか、いや深いじゃないですか。深いやけれども、やっぱりここに突破することで、今まで身についていなかったスキルとか能力とか知識とか、いろんな情報を得られるんですね。だからやっぱり成長するためには、ここの肯定するっていうだけではダメで、ただ肯定するっていう気持ちがあるから一歩を踏み出せるんですね。ここ怖いですもん。だからやったことのない世界に飛び出すのって怖い、めちゃめちゃ怖いから、そこに一歩踏み出すためには、ここのコンフォートゾーンでしっかりと自己肯定される環境がないと一歩踏み出せないですよね。バカにされる、嫌われる、居場所がなくなる、そういう思いやったら一歩踏み出せないです。だからこの肯定するっていうのはすっごい大事であり、それだけではなくて、その自分が本当に叶えた夢、目標、それを別にそれいいわじゃなくて、やっぱりそこに向かって自分の毎日毎日できる限りの努力であったり、全力の練習であったり、準備をしていくことで、そこのゴールに向かって進んでいくっていうプロセスもすごい大事なのかなっていうふうに思ってます。でこの反対っていうのは現状維持ですね。現状維持、もちろんそのありのままの自分を肯定するっていうだけでも幸せを感じられると思うんですけど、やっぱり子供さんのことを考えたら、やっぱ社会で生きていくためにはいろんな能力とか技術とか必要になってくるんですね。自分は OK だっていうだけでは、やっぱり社会で仕事を見つけることも難しいし、自分がやりたいことが見つかってもそれはいいやって諦めてたら、本当の意味でその人が幸せなんだろうでしょうかっていうのが分からなくなる。だからやっぱりこの1番と2番、僕は両方大事なのかなと、で、いうふうに僕は考えています。で、このありのままの自分を肯定し最高の自分を表現する、これって言い換えれば夢中なんですね。はい、夢中で生きるということ、一言
といえばこれっていうのは夢中、夢中なのかなと思ってます、はい、夢中っていうのはあれですよね、もうこんな時間になった、あっという間に公演終わってしまったとか、もう日が暮れた、ずっと滑り台滑ってたけどいつの間にかもう暗くなってしもたとか、なんていうか頑張らなじゃなくてもうそこの世界に没入してる感じ、没頭してる感じですね。子供がゲームを一生懸命やってる状態とか、本をやってる状態とか、レゴブロックをやってる状態とか、いわゆる没頭してる体験がまさに夢中であり、その夢中になっている時に最高の自分が表現できるんですよ、ね、これオリンピック選手がそうですね。いわゆるゾーン体験とか夢中とかフロー状態とかいう表現でなされるんですけど、その人が最高のパフォーマンスを出せる時、スポーツ選手でも成功者でも人間が最高のパフォーマンスを出せる時っていうのは夢中の時って言われてるんですよ。こうやって言い換えたらフローとかゾーンとかこの夢中になっている時に自分の最高の自分が表現されるし、不安とかストレスとか恐怖とかなしに新しいことに挑戦できる、失敗しても立ち上がれる。だから僕はこの夢中っていうことはすごい大事、夢中で生きるっていうことがそのまま幸せにもつながるし、その人の成長にもつながるし、成長すれば成功にもつながっていくと思うんです。だから僕はここで夢中になれる教育っていうのを提供しています。夢中になれる、でまあ、そういうルールになったんですけど、はい、でここから具体的にどういうふうにどうやったら夢中になれるかとか、そういうところをちょっと話していきたいんですけど、はい、ちょっと大きな、はい、やり抜く子、やり抜く子と投げ出す子がいて、僕はもうずっと投げ出す子だったんですけど、やり抜く子は夢中になるですね。で投げ出す子は努力する、そこの本にも書いてます。でやり抜く子はやりたいが出発点で、投げ出す子はやるべきが出発点ですね。ですね、今日のまあメインテーマはこれですね、やり抜く子は夢中になる、で投げ出す子は努力する、でやり抜く子は自分がやりたいって感じている、これやったらどうなるんだろう、もっと知りたい、もっと面白い、もっと上手くなりたいっていう、その好奇心とか興味とか自分がやりたいっていう情熱、そこが出発点、そのやりたいを出発点にしてそこから行動していくということであり、でこっちの人はやらなければならない、やらないとみんながやってるからなんかわからんけどやらないといけないっていう、やるべきでを出発点にやってる。だから夢中ではなくて努力なんですね。このやるべきで出発している限り夢中にはなれないんですよ。本人がやりたいって感じたことを出発点にやってみたい、興味とか関心、これ意思ひっくり返したらどうなるんやろうと、そういうところから出発すると夢中になれるけど、お父さんとかお母さんとか先生にやりなさい、やるべきだっていうところから出発したら、もちろん短期的な成果は出るかもしれませんけど、努力のタイプはやっぱり燃え尽きてしまうんですね。自分の内側からエネルギーを補給することができない、誰かに認められた、誰かに褒められたっていうことをエネルギー源にやっていると、自分の中で内側から湧いてこないですよね。こっちは自分の内側からどんどんエネルギーが湧いてきます。誰に褒められなくても認められなくても、誰も見ていなかったとしても、自分がやりたいからやってるから人の評価とかも気にならない、だから夢中になれる。でこちらのいい子っていうのはまさに僕はそうだったんですけど、やるべきでやってるから褒められるからやる、で見ていなかったらサボるみたいな状態になってしまう。そうすると長い目で見たらやっぱり燃え尽きてしまったり、大人になった時にじゃああなたがやりたいことは何ですかって聞かれたら答えられれば、自分らしい人生っていうのが分からない、言われたことをそのままやるっていうのはうまくできるようになったけど、自分がやりたいことが分からないっていう状態になってしまう。だから僕は夢中になれる子供を育てたいなっていうふうに思っています。で、じゃあちょっとこれをキュッと消すと、はい、じゃあ夢中になれるためには、夢中になれる子供を育てるためにどうしたらいいのかっていうところが今日のメインテーマなんですけど、それがそこの本にも実は書いてます。あれです、何でしょうか、分かんないですか。カタカナで初めミから始めます。ミみ、み、で、み、なに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 、み、なに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 、どうでしょう、めっちゃヒント、めっちゃヒントみ、小さいつ、み、あ、そう、拍手お願いします。
はい。いや僕ね、このミッションさえ持てば世の中平和になると思ってるんですよ。まあ、平和だけじゃなくて幸せになる、みんなが幸せ。今のこの人生とか今の毎日が楽しくなくて幸せじゃないって感じてるのはこのミッションがないからやなと思っていて、このミッションさえ持てばやらなければならないことがやりたいことに変わるし、努力が夢中に変わるし、今やってることに何らかの意味を見出してそれを楽しく、そして集中してできると思ってるんですよ。で、ミッションさえ見つかればその人が夢中になって、夢中になれば自分の最高の自分を表現できるし、その表現してる自分を肯定できる、つまり幸せになれると思ってるんです。だから僕は子供たちにミッションを持たせることを大切にしてます。ミッション、ミッション、これが何なのかっていうと、一言で言うと G3 です。 G1 G2 G3 で、ここですね、ミッション、ここがミッションで、ここが目的、 G2 が目的で、 G1 が手段ですね。はい、手段で、ミッションってこれ G3 なんですよ。毎日が楽しくないのは G1 で生きてるからなんですよって僕は思ってます。僕は思ってます。レンガ職人の話って聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか。3人のレンガ職人が前のね講演会でもお話しさせてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。3人のレンガ職人がいましたとですね。 A さん、B さん、C さん、 A さん、B さん、C さんがいて、で A さんにねレンガ積む、どの A さんも B さんも C さんもレンガを積んでたんですよ。レンガを積んでたんですね。で、旅人の僕はその A さん、B さん、C さんにそれぞれ尋ねるんですよ。 A さんにね、あなたは何をしてるんですかって尋ねると、 A さんはこう言いました。いや、見たらわかるやろ、レンガを積んでんねん、見たらわかるよ、手伝ってくれって言われました。で、またテクテク歩いてたら B さんも同じことやってたんで B さんにも聞いたんですよ。 B さん、何をやってるんですかって聞いたら B さんはこう答えました。お仕事をしてるんだよ、レンガを積むお仕事をして子供とか妻を養っているんだよっていうふうに答えました。で、もう少しテクテク歩いてたら C さんが同じことをやってたんですね。なんだか楽しそうに。で、 C さんに聞いたんですよ。 C さん、何してるんですか。僕はね、大聖堂を作っているんだよ、今こうやってレンガを一つ一つ積んでいったら将来大きな大きな教会、大聖堂ができて、その大聖堂ができた時には世界中から苦しんでる人、悩んでる人、そして夢を叶えたい人がここに来て幸せになって帰っていくんだよ、そんな名誉な場所を、作ることができて僕は幸せで光栄だって答えたんですね。これって何ですか。 A さんもB さんも C さんも全く同じことをやってるんですよ。何が違うんですか。どうでしょう、何が違います。じゃあ当てましょう。真中さん、何が違う。みんなレンガを積んでたんですよ。なんか違いますよね。意識、はい、意識が目標にしているものが違う。はい、ありがとうございます。そうなんです、意識が、そして目標にしているところが違うんです。見ているところが違うんです。 A さんは G1、 B さんは G2、 そして C さんはミッションって言った。 A さんは手段、今やっている僕はレンガを積んでいるんだ、レンガを積む、これ手段ですね、レンガを積む、ここを見てるんですね。で、 B さんはここレンガを積むっていうことプラスお金を稼ぐっていうところを見てました。そして C さんは教会を作る、大聖堂を作るっていうところを見てたんですよ。そうで、やり抜く子はここを G3 を見てるんですよ。 G3 をここ G3 を見てるだけ、教会を作るんだ教会を作るんだってワクワクしてるだけじゃなくて、ちゃんと地に足をつけてレンガを積んでるんですよ。大人の方もいますよね。夢は叶うんだ、願いは叶うって言って願うんだけれども行動してないって方ありますよ。でもやり抜く子っていうのはちゃんと教会を作る、教会を作るためにはお金を稼ぐことも大事だし、プラスこうやって一つ一つ毎日レンガを積むことが大事なんだっていうことを考えながら、意識しながら G1、G2、G3 の道を作りながらレンガを積んでいるから、ここを想像しているから楽しいんですよ。
だってここって楽しいこと、ワクワクすることじゃないですか。ここワクワクすること、だ自分がやりたいことじゃないですか。やりたいことを出発点にして、G3 を出発点にして、それを叶えるために必要なことが、まあ、お金を稼ぐことであったり、そして今やる毎日のレンガを積むこと。そうなれば、ここのやってるレンガを積むっていうのはもしかしたらつまらんこと、思んないことかもしれません。でも、ちゃんとやりたいを出発点にしてやるべきことをやってたら、このやるべきこともやりたいことに変わるんですよ。だから、こっちがやりにくいことで、こっちがやりにくいことで、やりにくいことで、こっちが投げ出すんですね。投げ出す方。はい。投げ出す子は、ハテナなんですね。 G2 と G3 が見えていないんですよ。で、レンガを積んでる見たら分かるやろ。手伝ってくれボケ、何で俺がやらなあかんねんっていうのが投げ出す子、おかちなんですよ。おかちはもう少しだけ G1 の G2 の手前ぐらいまで見えていました。中学受験に合格したら幸せになるってことを思ってたんですよ。だからそれだけ、中学受験に合格したらなんか幸せになる。でもぼやっとしてますよ。自分が心から思ってたわけじゃない。でお父さんとかお母さんとか先生に言われたから、なんか中学受験になって合格したら幸せになるって聞いたからやろうみたいな感じ、ちょっとぼやっとしてる状態で中学受験を勉強しました。手段ですよね、高校に行ったら。で、中学受験に合格したら僕は勉強をやめちゃったんですね。で、そうですよね、中学受験に合格するために勉強するんだから、中学受験に合格したらもう勉強する、こう実も実もなくなったんですよ。だから中学も高校も大学ももうほとんど一切勉強していない状態です。で、その状態で社会に出ました。で、僕はそのいい中学入っていい高校行っていい大学に行って、そのままいい会社に行けば幸せになるっていうぼんやりとしたハテナですよ。自分の意思で考えてないから、そういうふうに、っていうかそれしかレールはないと思ってたんですよ。いい大学に行っていい会社に行ってそこで出世するしか人生のレールはないと思ってたから、自分でワクワクして選んでないんですよ、僕の場合は。はてな、もう選択肢一つだから、もうこっち行ったら、じゃあこっち行って、じゃあ会社行って、そこで出世して、課長になって、部長になって、そして偉くなる。それが僕の唯一の幸せの道っていうふうに思っていたから。だから自分で考えてやる。だから僕は中学に入ってから勉強しなくなり、高校に入っても勉強しなくなり、もちろん。そして会社に入って3年後に僕はうつ病になったんですよ。なぜなら、このレールを歩んだ先に幸せはないってことだ。僕は3年間がむしゃらで会社に入ってがむしゃらに就職して営業ノルマを達成しようって毎日頑張ってました。で、そうしたら幸せになれって信じていたから。でもそれを3年間続けました。でも3年間続けても僕は喜びを感じなかったんですよ。表彰もされました。ハワイ旅行にも連れて行ってもらったんですけど、全然幸せを感じてなかった。大学時代にスポーツやってみんなで汗流しながら目標に向かって頑張ってた、あの時の喜びを感じられなかったんですよ。これは違うなって25歳の時思いました。で、25歳の時思って、この先に僕の幸せはないって、5校上、10校上、15校上の課長部長支店長の人生でも僕はそこに行きたくない、僕はそこに行きたくないのに、このレールを一生懸命走っても行きたくないゴール、行きたくないゴールに向かっていくってなんか悲しいじゃないですか。じゃあどうしたらいいねって見渡すけど、今までレールを一生懸命走る、つまり与えられるものを一生懸命応えるっていうことしか人生でやっていなかったから、自分でレールを、何もよくわからんで、このレールを飛び越えてレールを作るなんていうことができなかったんですよ。自分が今までやりたいっていうことをワクワクを出発点に行動していなかったから、やらなければならない行動していたから、自分でレールを作ることができなかった。だからうつ病態、うつ状態になりました。で、本当に苦しかったんです。何をやっても続かないし、投げ出す子で。で、まあ、そういうこともあったんで、やっぱりそのやりたいを出発点にすることが大事なんじゃないかっていうことが今日の皆さんへの提案の一つです。それでは今からちょっとマークをさせていただきたいんですけど、皆さんの中の子育ての G1 と G2 と G3 をちょっと一緒になって作っていきたいと思うんですね。それもそうですね、子育てがもしかしたら面白くないとかつまらないとか、なんか悩んでるとか苦しいって考えてるのはもしかしたら G1 で見てる可能性ありますよね。ここの G1 のこうしないといけない、こんな声上げしないといけないとかね、結果だけじゃなくてプロセスを褒めないといけないとか、なんかいろんなやるべきことがたくさん、子育てのメソッドがあって、そればっかりやっていて、ちゃんと境界が見えていない可能性もありますよね。ちゃんと境界を見て、こんな子育てがしたい、こんな子供を育てたいということを明確になり、自分自身がワクワクしていたら、今やらないといけないことももしかしたら自分らしくできるんじゃないかなというふうに僕は考えてまして、
なので今日は皆さんの子育ての G1、G2、G3 をちょっとね一緒になって作っていきたいなと思っています。はい、ということでまずは、紙に紙の左よあのこういうふうに横にしていただいてですね、横にしていただいて、で G1、G2、G3 ってあの左の隅にあの書いていただいてるんですが、 G1、G2 一番上が G3 ですね。はい、G3。 はい、じゃあそれを書いていただいたら、次はまず G1 からスタートしましょうということで、皆さんが子供と関わる上で一番に具体的に大事にしていることって何ですか？例えばちゃんとしなさいって言わないとかね、わかんないけど、なんか一つだけ、たった一つ選ぶとしたら、一番子育てで大事にしていることって何ですかっていうことを G1 に、まあ、15文字ぐらい以内で書いてください。どんなことでもいいですね。ありがとうを伝えるとか、どんなことでもいいんですけど、より具体的な方がいいです。 G1 子育てで子供と関わるときに大事にしていること、皆さん自身がどうでしょうか。で、じゃあそれができた方は、その目的、なんでそれが大事にしているのか、何のためにそれが必要だと思っているのかを G2 に書いてください。それも15文字以内で、ね、できた方は G1 で書いたその大切だなって思っていることがなんで大事なのか、そして何のためにそれが必要だと思っているのか、それを15文字ぐらいでキュッと、はい、じゃあ、次最後なんですけど、その G2 に書いていただいていること、それをずっとずっと続けていたらどんないいことがありそうですか。これも本で紹介してたんですけど、その G2 の世界、例えば自分の気持ちを抑えて生きるのは、しんどいじゃんってことは、自分の気持ちを抑えない状態がずっと続いたらどんないいことがあるっていうのを G3 になります。で、この時に大事なことっていうのは、ちょっと抽象度を上げてほしいですね。例えば、ありがとうを言うっていうのはすごい具体的ですね。まあ、子供にありがとうって言うっていうのは具体的で、幸せな子供を育てるってだいぶ上の世界じゃないですか。上の世界で、例えば G1 がここで、G2 がここで、G2 がここだとして、G3 がここだったらまだちょっと遠いんですよ。具体的すぎると遠いので、もう少し、例えばどんないいことがあるっていうことで一つ G3 の答えが出てきたら、これがまだまだ具体的すぎると、もう少しもう一つ問いを立ててほしいんですよ。どんないいことがあるって、この答えを出したその問いをやり続けたらどんないいことがあるって、もう一回答えてもらって、それでもまだ具体的すぎると、もう一つぐらい、最大3回ぐらい問ってみてもらっていいですか。はい、そうするとその本当の幸せっていうところにちょっと近づく、ちょっと抽象度が高くなるところで意見が出てくると思います。ありがとうを言うっていう具体的なことから目的で G2 で書きました。それに対してどんないいことがある、その G2 の状態を続けたらどんないいことがあるで通って、新しい G3 が出た時に、これが具体的すぎたらもう一つか二つ、その状態についてはどんないいことがあるっていうのを上上で答えていただけると、さらに上の世界が見えてくると思います。はい、よろしくお願いします。わからない方は随時僕に読んでいただけたら幸いです。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと黒板を見ていただいて、ホワイトボードをねちょっと見ていただいて、例えば、今からやっていただくことっていうのは、 G1、G2、G3 を一つの物語にしていただきたいんです。はい、 G1、G2、G3、 この G1 と G2 と G3 がこのブチギレン状態でつながってなかったらイメージできないんですね。 G1 やっているときに G3 の世界をイメージしながら G1 を取り組むから、この思んないことも面白くなるってこと。だから G1 と G2 と G3 を物語で語ることが大事なんです。例えばおかちの G1 は、例えば挨拶プラス一言かけることが大事だねってことですね。じゃあここから G3 まで行くと、僕は子供に挨拶をして、挨拶だけじゃなくて、お髪の毛変えたとか、靴の色かわいいなとか、そういうふうに一言をかけることが大事だと思っています。これが G1 です。なぜかというと、そうやって、自分のことを気にしてもらえている、自分のことを見てもらえている、認めてもらえているっていうことを子供に伝えることで、子供の中でこの教室は安全基地になります。
あ、自分はここにいていいんだって自分の居場所ができるんです。で、自分の居場所ができると新しいこと、ここの教室以外でもやったことないことでも一歩踏み出せるようになるんです。つまり一歩踏み出す力、勇気、そして行動力を育むためには安全基地が大事であり、自分の居場所を作ることが大事だから、僕は挨拶だけではなく一言をかけている。挨拶して一言かけることで子供たちにここに居場所ができて安全基地ができる。そうすれば子供たちが一歩踏み出す、新しいことをやったことないことでも学校以外でも一歩踏み出せることができるんです。つながってませんか、論理的に。これを今ね、僕 G1 言うて G2 言うて G3 言うてもう一回下がってたんですよ。 G3、G2、G1 これを何往復もすればするほど自分の中でイメージが固まってくるんですよ。これは、子供だけのことではなくて、大人もやりたいことを見つけたときに、そのやりたいっていうビジョンとかミッションがある。それを具体的に今やってることに結びつけることであったり、それを誰かに伝えるときにも使えますね。なので、この G1、G2、G3 っていうのを今の僕のように物語にして、ペアになって語っていただきたいと思います。はい、で、一つの方法はまずは G1 から始めるのがいいですね。僕が、私が子育てにおいて大事にしていることは G1 ですと。で、なぜかというと G2 だから。で、この G2 をすることでこんな世界を作りたい、こういう子供になってほしい、だから私はこういう子供を育てたいと思ってるから、そのためにはこれが大事で、そのためにはこれが大事だと思っててやっている。そんな感じ、ちょっと一回やってみましょうか。はい、じゃあペアでお一人様1分ずつ交代ぐらいでペア、ペア、ペア、ペアで、ペアでいきましょう。はい、ペアでいきましょう。はい、まずどちらかお話しするか、じゃんけんでいきましょう。じゃんけんでいきましょう。はい、どうでしょう、またつながれました、自分の中で。ちょっといけた、いけたか。これね、トレーニングですよ。何回もやってたら上手にできるようになります。で、これを子供さんにやってほしいんですよ。子供さんがレンガ積んでて、おもんないわって言ってる時に、レンガ積みなさいっていう指示語であったり、やるべきでしょっていう命令語で言うのではなくて、G2 を疑問語でとかね。じゃあ、レンガを積んで頑張ってるね、それは何のためにするのかなとか、ね、まずここ問いかけですよね、疑問語で問いかけたり、じゃあただそのレンガを積むじゃなくても漢字ドリル一生懸命やってて思んない、でも漢字ドリルを続けたら何のためにやってるのかなとか、じゃあ、たくさんの漢字を覚えるためとか出てきた。じゃあ、たくさんの漢字を覚えるために漢字ドリルをやってるんだね。じゃあ、たくさんの漢字を覚え続けて、もういろんな漢字を覚えたらどんないいことがありますかっていうふうに抽象化していく。で、例えばたくさんの漢字を覚えたら自分が大好きな本を読めるとか、いろんな本が読める、いろんな本を読めたら頭が良くなるとかね、まあ、そんなの出てくるかもしれないです。だからたくさんの本が読めるというのが出てきました。で、その時にそれを言語化してあげるんですね。 G1、G2、G3 今のように、たけし君は今漢字取りを頑張っている。その漢字取りを頑張っているのはたくさん漢字を覚えて、そして自分が好きな本を読みたいからだと。たけし君は好きな本を読みたいんだね。どんな本を読みたいの？探偵の本、何々の本。あ、そんな本が読みたいんだ。じゃあそのためにはたくさん漢字を覚えることが大事で、だから毎日頑張ってるんだねって言われると、今やってるレンガを作る、つまり漢字を書くという作業がやるべきことからやりたいワクワクのことに変える。でも子供がこれできないですよ、子供が。これ G1、G2、G3、大人でも難しいこと。これを、G1 で指示語、命令語だけじゃなくて、やりなさい、ここの具体的な手段、何々やりなさいとか多分言うことも必要だと思うんですけど、落ち着いてできるときは疑問語で問いかけてあげて、そして G3 の導き出し、それを最後に物語にしてあげる。物語にするっていうのは、子供がイメージできる映画を見ているような、その世界をイメージできる絵を浮かばせるような形で語ってあげると、これいいですね。ちょっと応用編ですけど、そのまま言われた言葉を、論理的につなげるだけでもいいですけど、なんかそのワクワクする世界がイメージできたら、イメージって強いですね。子供はその右脳と左脳はやっぱその9歳までは右脳の方が発達しているので、論理的よりもイメージとか絵で表現される方がスッと入ってきやすいね。なので、物語で絵が浮かぶように G1 から G2、G3 を物語で語り持ち、そして G3 から G2、G1 というふうに、こう行ったり来たりしてあげると、あ、そうなんだ、そのためにやってるんだ、あ、僕はこの本を読みたいからやってるんだ、だからやろうっていうふうに切り替わりやすいし、自分自身で G1、G2、G3 を描きながら G1 を描きやすいですね。
レンガ職人言ったらシーサーになりやすい、いや、あれやりなさい、これやりなさいっていう指示だけ受けてた、あの A さんですよね、レンガ職人の一人目の A さんになるんだけど、こういう G1、G2、G3 を問いかけてあげたり、要約して物語として語ってあげると、自分でイメージしてやれることをやりたいに変える、そういうような力が育めるのではないかなっていうふうに僕は思っています。はい、ということで、本日は、ミッションを作る、ミッションを作ると、やるべきことがやりたいことに変わる、ね、このやるべきことがやりたいことに変わるからミッションは大事なんだと。で、自分から自分で考えて行動してできるようになる。 G1 で言われた人は言われたことしかできないけれども、 G3 を描きながらやってる人は、教会を作るんだったらじゃあ芝生を植えた方がいいよねっていうふうに自分で考えることができるよね。レンガを積むって言われてること以外の新しい G1 を自分でクリエイト、つまり生み出すことができるんですよ、ね、だからここの G3 を持つっていうこと、つまりミッションを持つということは自分で考えて行動する力を育むことになるし、自分がやりたいという気持ちをずっと持続させる、そういう力も育めます。そうすることで子供自身が努力じゃなくて夢中になってるんですよ。自分がやりたいから出発してるから、そのやってることに、ちゃんとコミットできる。失敗しても立ち上がって、そこから学び取って、そこからまた新しい作戦を練って行動していく、そういうプロセスができていくと最高の自分が表現できる。毎日毎日一歩でも自分ができないことができるようになり、できることがもっともっとできるようになる。そうするとそのままの自分を、あ、自分って頑張ってるねって、自分で自分で決めた約束を守った時に自分ってやっぱ肯定できるし、あ、信じることができる、まあ、自己肯定感は頑張らなくても OK だと思える力なんですけど、自己効力感、いわゆる、自分をやればできるっていう自己効力感においては、自分が決めた約束を守り続けることで自信が上がっていく。自分がやるって決めたこと、今日10ページやる、できた、やればできたっていうことができてくると、どんどん大きな目標、大きな G3 ミッション、ビジョンを描けるようになっていくので、そうやって、自分を肯定できるようになれば、僕は幸せな子供に育つのではないかなというふうに考えています。はい、以上でございます。長くなりましたけど、あ、違った、あ、もう一つあるんですね、今日の、まあ、合言葉じゃないんですけど、子育てにミッションですね。子育てだけじゃなく人生にミッション、やっぱ人生にミッションとか、やってる子育てにミッションを持てば、やらなければならないこと、嫌なことでも楽しめるようになってくる。お父さんお母さんが楽しかったら子供もご機嫌になって、子供自身も幸せになる、そして家族自身が幸せになるじゃないかって僕は考えてます。ですので子育てにミッション、そして人生にミッションを持ちながら毎日楽しく、生きていけたらなと思っています。本日はご清聴ありがとうございました。